こんにちは、アロマおばさんです。今回は虫除け、殺菌に効果的なシトロネラについてです。イネ科の葉の部分を水蒸気蒸留法で抽出する香りは柑橘系のレモンと似た爽やかなやや甘めの香りがします。主に防虫用に生産されている植物で、昔は殻にも織り込まれていたほど虫除け効果があります。現在はスリランカ産とジャワ産が主な生産地で高温多湿な地域に育ちます。気分を明るくして、憂鬱な気持ちを和らげます。落ち込んだ時には芳香浴で、使用すると前向きな気分になります。殺菌作用とデオドラント作用が、汗ばんだ足を清潔にしリフレッシュさせます。頭痛や肩こり、腰痛を和らげます。虫除け効果が高いので、蚊の多い季節やアウトドアに活躍します。作用は強壮作用、抗うつ作用、昆虫危機作用、殺菌作用、デオドラント作用です。ティッシュに1、2滴落とし、嗅いでください。米印日本では、精油自体を飲んだり、直接肌につけないようにしてください。一部直接使える精油もあります。洋服などについてしまった場合は、乾燥機には、かけないで天日干しか部屋干しにして、ください。発火する恐れがあります。LINE、Twitter の DM でご相談いただければ、アロマおばさんが状態や症状に合わせた精油を提案し、きちんとした精油を買っていただく、お手伝いができあなたのポストにお届けします。商品の購入時には、送料は数にかかわらず無料で、商品代金と振込手数料をご負担いただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に情報をまとめてありますので、ぜひご覧ください。